今回はパープルくんポケット8をやっていきたいと思います。サクセスですね。サクセスをやっていきます。なんだろう、匿名ハンター、とりあえず匿名ハンターっていうのがあるのでこれやってみようかなと思います。ちょっとホームランスの時間かかるんでね、こういう動画も上げていこうかなと。匿名ハンター、なんか全然野球っぽくないんですけど大丈夫ですかね。どういうモードですかね。パープルくんポケット8はなんか一回もやった時ないんですけど、まあおもろそうだなということで買ってきました。名前、いや、名前は適当に、マイケルで、やっていきます。守備。あ、守備どうしよう。ちょっとね、バッターでいきたいんですよね。ピッチャーだったら、バッティングないんじゃないかと思うんで、完全初見ですけど、これは、まあ、サード、いや、サードあたりからいきますか。サードあたりでいって、投打は、右投げ右打ちでいきましょう。ノーマル一本足。あ、一本足、なんか、今のパープルみたいに、いろいろある感じじゃないんですよ。この5つしか打ち方ないと。まあ、ノーマルでいってみますか。カラー。さっきちょっと対戦で練習したんですけど、めちゃくちゃなんか、打つの難しいですね、これ。操作性がなかなか、難易度高いんですけど、マイケル。能力タイプはパワー、走力、タフ、アベレージ、守備。パワー系といきたいところなんですけどね。アベレージ系でちょっと、いきたいと思います。ロックオン。これロックオンのこのどのぐらいのロックオンがあるのかっていうの気になるんですけど、しないでなんかあんまり打てなくてもなんかしょうもないなと思うんで、するでもいいんですけど、まあでもデフォルトがしないなんで、ちょっと一回しないでやってみて、むずかったらまあ、するでやってみようかな。これいきます。成長を続ける大都会。何この雰囲気。ここでは瞬く人口の光が一晩中輝き続けている。これ野球のゲームですかこれ。しかしどんな光が増えると闇が消えてしまうことはない。これあれからなんか、こうハンターとしてなんか潜入捜査するために野球チームに入るっていう、そういう感じですかね。たったった、これ主人公かな、マイケルかな。その闇の中に人間以外のものが潜むようになったのは、いつからのことだろうか。かっけえ。何このロックマンみたいなやつは。とうとう追い詰めたぞ、追い詰めたぞ、サイボーグめ。サムスみたいなのつけてますね。クソ、これも食らえ。ズヒャン。どっちが、あ、勝った。よし、容疑者を確保。至急救急班をよこしてくれ。ん？なんだこれは。情報カプセルか。君の持ち帰ったカプセルから、やつは大きなサイボーグの組織の一員であることが分かった。なるほど。そしてプロ野球球団のホッパーズに潜入しようとしていたようだ。このホッパーズにこいつも行くって感じですかね。あの細胞がプロ野球のチームに。やつの目的を探るためにはその球団に潜入する必要がある。そこの前にはホッパーズの選手、やはりそういう感じですね。野球ですか。結構なんかサクセスにしては、割とストーリーがある感じですね。野球ですか。でも俺は野球のルールすら知らないですよ。心配するな。球団の寮に入るまでの1ヶ月で徹底的に訓練する。1ヶ月で野球ができるとは。まあ、身体能力高そうですからね。1ヶ月でなかなか上達しないですよ、野球は。うん。わかりました。1ヶ月後。出た、矢部明夫。今日からここでお世話になります。ユダさんですね。矢部明夫じゃないの、こいつ。完全に矢部明夫だと思ったんですけど、昔は名前違ったのかな。昔のパープルあんまりやってないんですよね。オイラも今年入団したばかりでやんすから、ユダくんでいいでやんすよ。じゃあ改めて、よろしくユダくん。こいつはなかなか、走力が高そうな顔してますね。守備力も高そうですね。じゃあ寮の中を案内してやるでやんす。かっけえ。こうして俺の野球生活がスタートした。待ち受けるのは果たして、どんな苦難でも耐えてみせると。ここは俺の部屋か。いいね、この、弾道タイプ1、ミートカーソルレベル、ミートカーソルレベル表記なんですね。レベルどんぐらいまであるんだ ?1 なんで、まあ G ってことかな、これ。弾道1。ミートカーソルは、うん、まあいいや。ここは俺の部屋か。しかし、プロ野球、プロの球団に潜入捜査とは、妙なことになったな。もう1ヶ月特訓してもプロに入ったってことなんですね。そんな簡単にプロに入れるのか、素晴らしい。なんかコネがあったんでしょうね。
ちょっと今の状況を整理してみるか。何？いろいろありますね。これ全部聞けるのかな？本当の仕事は。俺はサイボーグ対策室という政府の秘密機関で働いている。略して CCR、または査体室と呼ぶ。違法サイボーグの逮捕が目的だ。プロ野球チームの、選手になったのはあくまでも犯罪捜査のためだ。違法サイボーグとは、さっきのなんかいたやつですね。一般には知られていないが、近年、科学技術の進歩は目覚ましく、人間の体の一部を機械で置き換えたサイボーグが出現している。彼らは普通の人間と見分けがつかず、探知することも困難だ。その中には武器を体の中に隠し持っていたり、素手で人間をぺちゃんこするパワーがあったり、あるいはもっと危険な能力を持っていたりする。そのパワーを使って、プロ野球球団のなんか助っ人として潜入させてなんか やってる感じですかね。お、アイテムを。うん。そんな連中がただの人間のふりをして世の中に潜んでいることが世間にバレたらパニックが起こる。だから秘密裏にサイボーグたちを捕まえて普通の人間に戻すのが俺たちサイボーグ対策室の仕事だ。なるほど。今回任務は。これ全部見ていきますからね。1ヶ月前に俺が捕まえたサイボーグにメガという男がいる。捕まえた結果彼はホッパーズの詳細にデータを持っていた。武装したサイボーグが何のためにプロ野球球団を調査していたのか。また背後のサイボーグの犯罪組織を調べなくてはならない。本人は重傷を負って尋問することはできなかったと。確かに。このままね、プロでも一流の選手になっていきたいと思いますね。黒駒部長も無茶な命令を出すよ。大神ホッパーズとは。大神モグラズとして5年前に日本一になったこともある。なかなか強いんですか？だから近年は成績が低迷していて、今年から名前がモグラズからホッパーズに変更になった。問題は親会社の大神グループだ。世界中に、大神会長日本に住んでる。そして大神会長の一人息子はこのチームのエースピッチャーだ。へえ。なんかいろいろ一文字ありそうですよね。入団のいきさつは、部長がいろいろ寝まして俺が入団できるようにしてくれたみたいだ。ドラフト外だけどマスコミも無名の選手ということで完全に無視してくれて助かったよ。はいはいはい。君は一流の捜査員としてあらゆる肉体的な訓練を受けてきた。まあ確かに、その運動能力があれば野球選手にも化けれると。運動神経めちゃくちゃ良くても野球はなんか苦手って人は結構いると思うんですよね。投げ方が明らかにおかしかったりするんじゃないか。大丈夫か。中学の時にベースを反対側に回るとした俺に、まあその辺は別にルールなんで、ルールを理解すればいいんですけど、なんかね、フォームでバレないか。チューフィー、2005年現在の実際のプロ野球ではドラフト外の入団は禁止されています。これ2005年のゲームなんですね。今後の方針は、これを読んでるだけで結構時間が経ってるような気がするが、この選手にはまだ今年入団の新人4人しかいない。大家の住夫さんに挨拶しとかないと。よし、整理完了だ。練習をします、勉強をします、回復をします、能力上げます、データを見ます。世間の評価0、野球知識0。野球知識ってなんだろう。チームメイト0、心から異常なし。でとりあえずは、まあ、まず練習でしょう。1に練習、2練習、3に練習。とりあえずどうせ試合で活躍するのが重要だと思うんで、ミートあげたいですよね。これかな。素振り、素振りしていこう。練習が終わった。体力22下がった。いいね。あ、絶対この右のやつ、大神じゃね、これ。大神師匠。なあ、ユダくん。今年ホッパーズに入団したのは自主トレやってるこの4人だけ？あれも新入生か？じゃあ違いますね。目立ちやすなくんと、暗がりあきらくん。そして、ユダくんと、マイケル。ちなみに、あきらくんは昔ホッパーズにいた、暗がり選手の息子さんでやんす。知らないんですね。あ、早くキャンプに行きたいぜ。この左が暗がりですかね。僕はなんだか自信がないな。今年入団のこの4人でホッパーズを生まれ変わらせるのでやんす。見た限りではこの3人に怪しいやつはいないな。ユダ君ちょっと怪しいですけどね。
あのメガネ、サイボーグなんじゃないか。あのメガネでいろんなことを、なんかデータを取っているんじゃないか。怪しい。寝ている間に調べてみよう。トゥルルルルル。はい、こちらマイケル。あ、こちら本部の知らせ。なんか可愛い人が出てきましたが、どうやらまだ生きているみたいね。彼女は知らせ不機構、 CCR に属する仲間だ。任務中の俺のサポートをしてくれると。なるほど。全く進展なし。大丈夫なんですかね。もうこのまま普通に野球選手として吸収されてしまうんじゃないか。ダブルフェイス。メガは捕まる前に最近の記憶を曖昧にする薬を飲んだみたい。対策済みというわけですね。それでこっちはその薬の出所を追いかけていると。よろしく。俺もそっちの捜査の方が良かったな。今日も今日とて素振り。まずは素振りですよ。寮の部屋の畳がボロボロになるまで素振りしていく。街に繰り出してますね。久しぶりね、マイケル君。誰だ？お前はリン。リン・ウェイツ。どうしてお前がこの街にいるんだ？情報屋である私はこの街にいてもおかしくはないでしょ。この人情報屋ですか？はいはい。なんか情報持ってるんですかね。それにこの街は今高額で売れる情報があるから。細胞に関する情報ですかね。あ、ビンゴ。例えば細胞とかね。顔色が変わったよ、マイケル君。お前どこまでその情報を掴んでるんだ？教えろ。いくらで。金持ってんのかな。まだ1年目で年俸が700万ぐらいなんですけど。あ、でもこれなんかドラフト外で入団してるからもっと少ないのかな。そんなに安くないというわけか。50円。50円は買えよ。50円はその辺になんか探せば見つかるんじゃないか。自動販売機の下とか。なんでそんなに安いんだ。50円でその理由も含めて教えてあげるわよ。チャリーン。は？こいつ。だから何も知らない。50円取られた。やる気絶対下がるでしょ、これ、このイベント。ここでもあいつとの付き合いがあるのか。これ、前のシリーズとかでも出てきてるんですから、なんかよくわかんないですけど。また腐れ縁が続くな。やる気は下がらずと。お、頑張ってるな。優しそうな先輩ですね。あ、この人が大神選手。ちょろそうですね、なんか。大神さん、ちょっと話がバキ。大神さんにはしっかりボディーガードがついていると。大神さん、俺たちの憧れの大先輩でやんす。マイケル君ごときは気軽に声をかけていい相手じゃないでやんす。こういう先輩話しかけてほしいんですよ。それで話してなんだい。なんか顔つきは一気にギラッとなりましたね。例のシュワーデスの関係は聞きたい。まずは探りを入れてみよう。芸能記者の紛れ紛れしないで真面目に練習しろ。クソ切れられたな。一歩終わりに近づいた。マジで全部聞けるか。そういうんじゃないんだ。怪我率 0%。 この 0% から 1% に変動したらね、なかなか危険なんで休みたいところですね。まあ、まだ 0% なんでしっかり素振りしていくと。彼はハイバル隊長。 CCR の実行部隊の指揮官で俺の直属の上司だ。心配で様子を見に来たんですか。そんなところだ。 CCR の訓練過程でやった適性テストによると、お前はいろいろ問題ありだったからな。問題じゃないですかね、この人は。マイケル君は。さすがに体力が少なくなってきたんじゃないですか。怪我率 0%。 どこまで減って大丈夫なんですかね、これ。どんどんじゃあ練習しよう。0% でグキーとか、なんかパワープロだったらありそうですよね。怖いな。
明日からいよいよキャンプだな。楽しみですね。大神さん一軍キャンプ。大神のあの選択肢なんか、本当に重要だったんですかね。全部怒られるんじゃないあれ。友達は同じでもホテルから練習場まで全く別でやんす。まあまあ二軍とね、一軍とその育成とか二軍との待遇はそんなもんですよね。大体それがどうして先週に一軍のキャンプの参加者が発表されたと思ってたでやんす。自主トレが終わってついに球団の人たちと話せるようになったぞ。そして誰こいつ。あ、これコーチか。コーチなんかヤンキーですね。どうもお前くらいやる気が感じられないな。まあこいつ野球一つじゃないですからね。なんか他のことに目が向いちゃってますからね。そう言われてもしょうがないかもしれない。練習に必死さがまるでないんだ。しまった、不自然だったのか。これ二軍監督かな、根室コーチ。ビシッ。まああれぐらい言っときゃ少し音響出すだろう。カツを入れられましたね。ブースカバーに入るやつ。まあこういうのはちょっと初心者にはなかなか、1ヶ月じゃなかなか難しいですよね。なかなかってなんか言った今。あんた一体何の野球やってるでやんすか。野球歴1ヶ月です。野球知識を上げると称号を購入することができ、野球選手としての能力がある。やっぱ勉強もしないとダメなんだな。じゃあ勉強っていうかまあ、ランクを上げます。怪我率が一気に 25%、15%。うん。なるほど。ここはまあ一回休むか。半分回復していくと。課金。ガツン。あれ大丈夫か。あ、ここは球場の医療室。めちゃくちゃうさんくさそうなおっさんが来たんですけど。ちなみに僕はスポーツドクターのエーベル、高座です。そしてこれがイノシシのユキちゃん。なんでイノシシがいるんだ。ボタン鍋にして食ってやろうか。あなたは練習中に他の選手と激突して一時的に意識を失っていたようです。はい、いいふくらはぎをしてますね。うん、ドキッとしたね。怪我などね、寿命メーターがなくなるとゲームオーバーになります。このロウソクですか。はいはいはい、あのロウソクが消えないように気をつけましょう。休みます。なんだか今年の新人選手は元気があって活躍しそうだな。あ、どうもマイケルです。俺、本田幸太郎です。あ、確かマイケルさんって俺より年上のはずだよね。だから本田くんでいいよ。じゃあお前は俺に敬語を使うんだ。野球はもう年齢が全てですから。完璧に年齢社会ですからね。じゃあ本田くんで、よろしく。ところで、2年前の夏の甲子園高校野球大会で、みちのくの牛若丸って言われたやつ知ってる？誰だそれは。野球見てなさそうですからね。去年この球団に俊足と堅実な守備、あ、絶対こいつだ、絶対こいつだろお前。自分のことなんか言ってんだろこいつ。ふざけんなよこいつ。逃げろ逃げろ。そうか、ごめんごめん。まあとにかく頑張ろうよ。やはりあいつだったな。ドスドスドス。出た。何これ、頑張ってるか。ジャイアンの声で再生されるね。石中さんでしたよね。ああ、確かに俺は石中だけど。なんで俺ってそんな印象薄いのか。ところで林を見なかったわ。この方が林先輩。それは何なんでやんす。プロレス技でちょっと教育してやるか。いじめ問題になってるそう。この3人が寮の先輩か。なんかめんどくさそうな先輩がいますね。
回復はまあいいか。勉強する？猛勉強一回してみるか。一日中部屋で勉強。寿命が2縮んだ。マジか。勉強って寿命がなかなか縮むんですね。何をぶつくさ言ってやがるんだ。ひょっとしていくら練習しても能力上がってないとか。まあ能力上げてないですからね。そうそう。このゲームって一体何の話をしてるんですか。めたいな。十字ボタンを上押すと、あ、本当だ、ログが見れる。あざす。ドカーン。え夢でしっかりこういうのを説明してくれるという感じですね。うん。ミートあげる？あれ、パワーしかあげらんねん。パワーしか無理だ。これなんか何年あるんだろう。1年目、2年目、3年ぐらいあるのかな？ 3 年ぐらいありそうですよね。ああ、13パワーか。前半分でもなんか0パワーだったんですけど。よくわかんないですね。パワープロの 13% って怖いですよね。まあいっか。やってみるか。大丈夫か。よし。どうも二軍キャンプの方はこれというものがいないね。第一監督のお出ましやんす。ここで活躍して一軍デビューでんす。え、マジか。聞く聞く。ワンポイントアドバイス。打撃テストは投手の投げてくる打球を打つことで得点を上げる。打球がヒット性の当たりなら得点だ。投手の投げてくる球は10球だけだが、ボール球の時はカウントされない。まあおなじみのサクセスでよくあるやつですよね。うわー、これ難しいんですよね。これミート小さい。ヒット。うわー、これ何点取ればいいの。セカンドゴール今の。来た来た来た。よしよしよし。どうどう。うわ、セカンドゴロ。どうどう。いや、今の抜けて。いや、ボールだな、今の。やばい、4球。これ全部ヒットにしよう。これ全部ヒットにするんで。下手すぎる。十字キーなんで。オッケーオッケー。10点はいかないとやばそうですよね。来た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 。あー、10点いきたい。どう？パワーがなさすぎ。どう？やっぱ顔的にこれダメですね。おかえりなさい。キャンプどうだった？いや、もうバレないようにするのと毎日の練習でクタクタだよ。あれ？携帯のこの表示、本部からの電話じゃないな。外からかけているのか。脈ありでしょ、完全にこれ。このサクセスなんか彼女とかできんのかね。ありがたい。コードは違うから覚えておいてくださいと。はい。電話コマンドが使えるようになりました。うろつきコマンドが使えるようになりました。うろつき、いいですね。うわ、めっちゃ、うわ、電話して、電話したいけど待って。さすがにパワーがな、少なすぎるんだよな。全部セカンドゴロになるんで、まあパワーに振っといて、うん、休むか。ちょっと一回電話してみようかな。はいはい、ご飯ですよ。これも彼女候補じゃない？これも彼女候補じゃないですか。寮で働いている小野栄子さんでやんす。実はでも40代とかだったりするのかな。いや、どこかで会ったことがあるような気がするんだよな。ほほう、マイケル君の昔の彼女でやんすか。デジャビュー。デジャビュー。デジャビです。え、かわいい。でもな、知らせさんも結構ね、いいんですよね。知らせさんもなかなかいいですよね。これ普通になんか昔のパワプロだから、
余裕でゲームオーバーになりそうで怖いんだよな。完全にゲームオーバールート行ってそうで怖いんですけどね。まあ、まず打撃ですよね。ブン。感謝の1万本の素振り。来た来た来た。マイケルより定時連絡。全く変化なし。でもその判断するのは部長でしょ。私たちシワッパは命令に従って従うのがお仕事。おい知らせ。その電話はマイケルか。変われ。マイケルだな。隊長。すぐにテレビをつけろ。爆発事故で事件爆弾が。負傷者多数。サイボーグの仕業か。今から10分前球場に向かうホッパーズの選手のバスが爆破された。あ、それでこいつがなんかあれじゃん、一軍に繰り上がりになるんじゃない、車なしで。信じられません。私の選手たちがテロの標的だと。なんと卑劣な犯罪だ。まあまあ、そういうね、野球ファンがなかなか過激な人もいますからね。第一監督、君のショックもわからんではない。だが事実をまず見なければならん。ホッパーズの一軍選手の子が負傷し、そのうち何名か今シーズン中の復帰すら危ういらしいな。超大痛ですね。死者が出なかったのがせめてもの救いです。負傷者15人。日本の選手ばかりを出してずるずる連敗するようでは、我が大神グループの名に傷がつく。任せ、この俺に任せ。大神グループ、いや大神会長に恨みを持つものでは。この怪しいやつなんだ。私の息子が乗っている日のバスを狙ったのではないかね。調子のいいやつから一軍で使って、お、行くぞ、いきなり。いきなり出るぞ。石中と林は今日から一軍に昇格。まあまあ、二軍選手からしたらもうこれチャンスなんで、このチャンスを逃すわけにはいかないと。まあ確かにな。まあ確かに、確かにそうだな。実力に自信がない。まあまあまあ、そうしゃない。俺だってオール F なんでね。ちょっと彼女に電話してみていいですか。白洲さんに電話しよう。こちらマイケル。迷いより子羊よ。神の前で懺悔しなさい。アーメン。いや、カウンセリングだってそんな訓練なんて受けてないし。これやる気上がんのかな。ちょっとなんか一緒に街に出ませんか。こんなうさんくさいというか、むさ苦しい寮にいたくないです。でも一人じゃ無理なことも二人だとなんとか解決するものよ。俺はチームから浮いてるみたいなんだ。野球選手として根本的に何かが足りないんじゃないかと思うんだが、まあ、明らかになんかおかしいですもんね。野球知識が薄すぎるんだよな。きっと野球に対する愛よ。そこに愛はあるんか。そうそうそう、みんな周りがね、野球好きで、一人だけね、全然野球を知らないようなね、初心者が入ってきて、それは問題ありと。とりあえず野球のボールを肌身離さず生活してみたら。呼びかける名前はシャーリーンで。シャーリーンって何ですか。あ、名前は何でもいいか。うん。一応試してみよう。よろしく、シャーリン。他の人に見られるときついね。なんだい。どうしてボールを持ち歩いているのでやんす。昨日からずっと持ち歩いているよな。この前見ちゃったんですけど、お風呂場でボールに話しかけてましたよ。余計浮いたな。余計に浮いちゃいましたね、これ。まあ、ボールは友達ってよく言うじゃないですか。それと同じですよ。ボールは恋人、シャーリーン。
まあいろいろとプレッシャーがあるんだろうな。頭がおかしくなったと思われてますね。この件はオイラたちの間だけの秘密にするでやんす。仲間評価5下がった。